はい、今日は岩国市錦城町広瀬にある向畑集落に向かっております。この集落は源平合戦に敗れた平家の武将広実左近の神定国とその一族が隠れ住んだ場所になります。以前に訪れたことはありますが、その際はうっそうとして外観がよく見えなかったので、ね、再訪問しています。ついでに遠すぎて行かなかった向畑のカツアの木も見てみたいと思います。それでは Google Earth で場所の方を見てみましょう。やばいかも本当に。ちょっとノーマルタイヤなのでどこまで進めるかわからないんですけど、ちょっとやばいかもこれ。どこまで行けるだろう。大丈夫かな。向畑の活動の日が私を呼んでる気がする。向畑集落に到着しました。今見えてると思うんですけど、ここですね。こちら向畑集落になります。手前にあるのが向畑分校ですね。で、まあちょっと前回来た時よりも若干崩れてるかなっていう感じが見受けられるかなっていう部分と、なんだろう、前回訪れた時かなり怖かったんですけど、むしろなんて言うんだろう、すっごい幻想的に見えます。まあ、こういう集落で自分も一度は暮らしてみたいなとか思ったりするんですけど、まあとりあえずこっち進んでいくと左近桜というのがありますので、そちらに先に向かっていきたいと思います。はい、それでは進んでいこうと思います。左近桜の方まで。動くかな？一度止まると動かなかったりするんですよ。ああ、いいなー。この景色最高です。すごいなー。あ、大丈夫そうですね。動きそうです。危ない、危ない。ああ、ぶつかった。もう少し進んだら、あの集落に、向畑集落に降りられる場所、ここですね。ここから向畑集落降りていくんですけど、先に左近桜の方見てみたいと思います。結構ここ山奥深いんですよね。高小屋集落と同じぐらい結構山を上がるんですけど、いやそれ以上かな。もう本当秘境って言っても過言ではないと思います。ここ本当神秘的なんですよね。向畑集落の左近桜通るとき本当神秘的です。左近桜来るかな。あ、ぶつかる。あ、ぶつかった。あ、ぶつかる。やっぱりぶつかった。ここですね。広実左近の神様が祀られている神社と左近桜がある場所。到着しました。ちょっとここに車を止めます。一旦、はい、左近桜に到着しました。こちらですね。この桜樹齢880年以上と言われております。この左近桜という名前は、まあ、広実左近の神定国にちなんで付けられたとされております。まあ、一説では広実左近の神定国が植えたとされているそうです。
で、ここ石碑があるんですけど、石柱ですね。ここあるんですけど、多分向かい端の左近桜って書いてあるんですけど、ちょっと雪で隠れて見えないね。そしてこっちに広瀬左近の神様を祀られた神社がありますので、ちょっとお参りしてから向かい端集落の方に進んでみたいと思います。広瀬神社、こちらですね。広瀬左近の神様が祀られている神社。ちょっと房がやりかえられておりますので管理はされております。こちら一応裏の方にこれですね。前回訪問した時についていたしめ縄がこちらなのでやりかえられておりますね。で、こちらが本殿になりまして、ここ書いてありますね。広瀬左近の神貞国の神の碑ですね。ここに系図が書いてあります。広瀬左近の神様の結構書いてあるんですけど、見えますかね。結構ずらーっとちゃんと書かれております。一応お参りしてから次に向かい端集落の方に進んでいきます。はい、片付けの方終わりましたので、せっかくなので左近桜の近くまで行ってみたいと思います。道中にある広瀬左近の神の石碑ですね。ここでは進んでみたいと思います。はい、到着しました。こちらですね。まあかなり大きいんで入らないんですけど、まあ、この周辺になんか結構屋敷跡が見られたんですけども、完全に崩れてたのでそのまま来ました。まあ春になったら満開の桜を咲かせてくれると思いますので、また春に訪れてみたいと思います。では向かい端集落の方に行ってみます。はい、戻ってきました。ここですね。こちらから集落に進んでいけますので、でここ向かい端の桂の木について書かれてあります。で結構長いんですよね、桂の木まで行くの、900メートルって書いてあります。まあちょっと進んでいこうと思います。こっちですね。結構長いんですよね、これが900メートルって言ったら。はい、集落に到着しました。ここですね。なんかここ雪はやっぱり日が当たらないせいでかなり深いです。ちょっと見たらわかるんですけど、ここ全然溶けてないです。どうしよう。ここですね。ここ向かい端分校になるんですけど、なんか失礼します。いろいろあるんですけど、明治20年に飾
開校かな。まあ多い時で24名ぐらいいたそうなんですけど、児童が。中にあの広座ね、左近の神様という幕があるそうなんですけど、ちょっとこっち行きます。結構深いですね、これ雪が。思ったより進めない。これはまあ蔵ですね、これ。この辺もまあ朽ちてるんですけど、でも全然綺麗ですよね。前回訪れてるんですけど、これ。この辺登れるかな。雪が入ってきてますね、ここ上から。結構校舎は大きいですね。場所です。はい、ね、こっち側はどうなんだろう。あ、これも校舎の一部ですよね。ガラスがあるのと、ちょっとあの向こう側進んでいきます。なんか以前かなり怖かったんですけど、なんか全然そんなこともない。むしろあの平家の歴史を知って、なんか駐在員って書いてありますね、あそこ。まあ見えないです。この辺にもいくつかあの建物ありますけど、よいしょ。結構雪が深いです、これ。あの下足元を見たら分かると思うんですけど、結構全然雪溶けてない。まあこの辺はもう、おっと危な。どうなんだろう。やっぱり草木に覆われてあまり見えないですね。まあこれぐらいでちょっと、ちょっと向かい端の桂の木の方進んでみようかなと思うんですけど、まあこの辺ですね、あとは。はい、ちょっと今から向かい端の桂の木の方まで進んでいきます。こっち側になるんですけど、よいしょ、こっちですね。では進んでいきます。え、待って、どっちだろう。こっちかな。あ、でも石垣の遺構とか結構綺麗ですね。この辺にも石垣の家があります、ね、こっちにも家があったのかな。川の音が聞こえてきました。ここ川流れておりますね。ちょっと結構歩いてきましたよ。
こから川が流れてるみたい。まだ進むのです。なんかすごい道ですよね。これ整備されてないですよね、絶対。こんだけ。一番疲れましたよ。なんか道がひどくなってきました。これ茨です。トゲがあります。ていうかこれ本当に合ってるのか、ちょっとまずいですよこれ。そろそろまずいんですけど、これ合ってるのかな。あったトゲですね、また。これ絶対間違ってる気がする。あ、またトゲだ。あ、でもなんとか道なりに出てきましたよ。本当にあるのかどうかもう疑わしいんですけど、さすがにきつくなってきました。間違ってないよねこれ。見つけました。見つけました。全然分からなかったですけど、絶対あれですね。ありましたよ。ようやく私を呼んだカツアの木があそこにあります。はあ、ようやくお目にかかれる。ようやくですよ。19分歩きましたね。19分も歩いてないかな。あ、すごいですよ。とても幻想的で。あなた様でしたか、私を呼んだのは。ああ、さすがにきつかったよ。もうないかと思ったよ、こう上上がっていくから。ああ、よいしょよいしょ。ようやくですよ。こんな場所にあったんですね。はあ、こんなところに。本当、はあ、樹齢何年だろうこれ。ようやくでしたか。ようやく到着しました。あー、お目にかかりたかった。野外畑のカツアの木、はあ、ありがたきこと、はあ、まあここまで来れたので本当神秘的ですよね。こんなところにこんな巨木が立ってるなんて、もう人目にさらされることはほとんどないのかもしれませんけど、いやー本当こんな場所なんですけど、場所は結構歩いてきましたね本当に。はあ、幻想世界ですね。ちょっと一応お参りしてから戻ろうと思います。やさかましませ。
神様ご守護くださいませ。お力をお貸しくださいませ。ありがとうございました。はい、ということでね、終わりたいと思います。これでなんとかすべて目的を果たせたんじゃないかと思います。ということで、向かい端のご神木神々様ありがとうございました。じゃあ失礼します。